ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、パピヨン。監督は、フランクリン・J・シャフナー。1973年の作品です。20世紀初頭。胸に蝶の入れ墨があることから、パピヨン、と呼ばれた男が、終身刑を言い渡され、フランス領ギアナの、地獄のような湿地へ送られます。無実を主張するパピヨンは、脱獄を決意し、偽札作りで有名だったドガなどの仲間と共に、何度も脱走を敢行しますが、その度に捕まり、独房へ収監されます。不屈の精神で脱獄に生涯をかけた男の物語です。主演はスティーブ・マックイーン。共演はダスティン・ホフマンほか、アンリ・シャリエールの自伝小説に基づく映画化。ギロチンのような残酷な処刑が、つい最近まで行われていた、という事実に衝撃を隠せません。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。